あ、なんか鉄砲撃ってる。すっごい遅い鉄砲。あ、食らっちゃう。弾を追いかけて食らっちゃった。皆様お疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今回もですねファミコンの箱説明書付きのタイトルを購入いたしましたので、こちらの購入品紹介とプレイ動画をお届けさせていただきます。こちらなんですけども、今モザイクかかって何が何だかわからないと思うんですけども、かなりねこれ久々に開けるもので、実はですねこれ全然開封してないものなんですよ。こんな感じで開封してないものなんですね。でですねこれいつ買ったかっていうと、めちゃくちゃ古いんです。2021年9月21日で、僕の殴り書きでこれ書いてあるんですけども、汚い字で申し訳ないんですけども、1480円って書いてありますね。こちらを今日は開けていきたいと思います。よいしょと。ヤフオクで買ったんですけども、中身確認せずですね受け取り連絡をして、リスキーではあるんですけども、配信者の佐賀ですね。これは佐賀よっこいしょと。はい、出てまいりました。行きたいと思います。こちらでございます。私が購入いたしましたのはサンソフトのですね水戸黄門2でございます。これですねどういったゲームかというと、水戸黄門の1はすごい有名だと思うんですね。で基本的にゲームの内容はほぼ変わらなくてですね、システムもここにですね世界漫遊記と書いてあるだけあってですね、なんと水戸黄門様このご一行がですね世界にこれ行っちゃうんですよね。書いてあるかな、ここにハワイとか、なんかスロットやりだしたりとかですね、こうインドに行ったりとか、あ、中国行ったりもあったと思うんですけども、そういうあの世界を舞台にですねアクションアドベンチャーっていうんですかね、難しさは1と変わらなかったっていう記憶がありまして、これ実は2ってあんま知らない方が多くてですね、なんで知らないかっていうと、1があまりにも難くてですね、水戸黄門っていうブランドをいいことにですね結構な方が1食いついたんですけども、1でもういいやっていうことでですね投げちゃって、2はそんなに注目されなかったっていうことで、この知名度になってるんですよね。ということで2は一応あるにはあるんですけども、ただこれも難しいんですけどね。はい、では見ていきたいと思います。この水戸黄門2ですね、結構あのサンソフトがやりがちなアフターバーナーとかそういった箱もそうなんですけども、キラキラなんですよね、こんな。なので、あの、保管状態によっては、これが擦れちゃってですね、このキラキラ感が汚くなってしまうっていう懸念はあるんですよね。まあまあっていう感じです、状態は。で持っててわかるんですけども、ちょっとあの裏がかなりデコボコかなっていう感じですね、まあ、ただこんな感じであれば全然いいですよね。このジャスラックシールも、うん、綺麗に残ってますね。いいんじゃないでしょうか。では開けていきます。耳はねちゃんとあるはずなんですよね。確認して僕も買ってるので、うん、大丈夫ですね。ここのシルバーがすっごい美しい。こちら側もよっこいしょと。うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。どうしよう、水戸黄門の1だったりして大丈夫か。たまにね内箱はサンソフトじゃないパターンもありますが、サンソフトと刻印がしっかりされている内箱です。付属品はですね何が全部ついてるかよく覚えてないんですけども、こちら説明書だけがついておりました。いいですね、なんかもうあの印籠みたいな感じでかっこいいですね。ただ説明書は結構全体的に汚れ感はないんですけども、すごくシワシワかなっていう感じですね。内容はねそんな変わらなかった気がするんですよね。相変わらずムズゲーだった記憶がありますが、あとは結構喋る感じです。これオープニングでも控えよろはっていう感じで喋った記憶があります。後で見てみましょうね。これねカセットはこの辺が本当はもっと真っ白だった気がするんですけども、ちょっと焼けちゃってるかなっていう感じです。この辺のラベルはすごく綺麗なんですけどね。で、裏面もラベルが綺麗で、ただカセットがちょっと焼けてるかなっていう感じ。中身は、うん。まあ、もうちょっとお掃除の余地があるかなっていう感じの、なんかその埃の詰まり具合というか、そんな感じですね。まあ、でもいいんじゃないでしょうか。はい、ということでございまして、今回はですね、サンソフトから出ております、水戸黄門2を購入いたしまして、こちらの購入品紹介をさせていただきました。この後ですね、こちらの水戸黄門2世界漫遊記、ちらっと遊んでみたいと思います。
いいですね。スタートしましょう。さてさて、一行のマイマスクには、アメリカは西部、西部劇でも有名なガンマンたちが腕を競う時代でございます。もうすごいですよね、もう世界観が。もう何でもやりたい放題。これから参るのはアメリカの西部ですからな。無法者のガンマンたちが悪事を行っているようです。安藤も悪事に加担しているやもしれませんぞ。娘さん、見ず知らずの私たちを止めていただいてすみませんな。おや、どうかなされたのか。すごい世界観。で、これですね、いろいろ、水戸黄門の1もそうなんですけども、いろいろこれヒントとかアイテムとかですね、回収しないと、先に進めなかったり、クリアもできないんですけども、全然覚えてないな。相変わらずでしょ？よし。とりあえず入ってみましょうか。お店とかね。なんかお店とか入りたいですよね。牛が走ってるね、牛が。なんで、この何屋だろうね。なんて言ったんだろう。ニーハオかな？違いますよね。アメリカだからなんだろう。ハローって言ったのかな？占い。はてな、はてな。あ、叩いちゃった。はてな。日記、ハム、松明、靴買ってます？ちょっと早くなった？ちょっと早くなりましたよね。ハマってる。ちょっと待って、ハマってる。よし。おいおい。街を出たらお店ありません。もう街出てんのかな？おいおい。もう大変です。私のお金なくなってしまいます。一体どうしたのです？銀行にバッファロージャンゴ一味から脅迫状が舞い込んだのです。あ、すみそう。ジャンゴは銀行を襲おうとしてるのだな。お、なんかヒント得ましたよ。ね。これで、そう、どんどんね、証拠を集めていくんですよね。あ、なんか鉄砲撃ってる。すっごい遅い鉄砲。あ、食らっちゃう。弾を追いかけて食らっちゃった。いや、広いですね。銀行があって。C はカジノの C かな。これやりたいですね。あ、ダメダメ。あんたみたいな真面目な人の来るところじゃないぜ。あ、なんか、何でしたっけ。あ、遊び人のあの人じゃないといけないのかな。やりたかったですね。あれ？無念でやられてしまった。ご隠居に合わす顔がない。まあまあ、しょうがないですよね。バッファロー、これ倒しますよ、僕。お、風車。バッファローを倒すと風車もらえるのかな。ちょっともう一回カジノ、真面目だって追い返されるかな。あ、ダメだ。真面目な人ダメ。あ、しまった。無念。なんですって調べられなかったですと。なんと情けない。こんなことでは旅を続けられませんな。もう日本に帰りましょう。申し訳ありません、ご隠居。格さんも助さんも、どんくさいんです。こんなんでしたっけ？グッバイ、カモンサイマン。テレレテレレレって言うわ。あ、言わないか。シュッて終わったね。ファミコンゲーマー急増。
はい、ということでございまして、今回はですねサンソフトから出ておりますミトコーモン2を購入いたしまして、こちらの購入品紹介とプレイ動画をお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか。こういうのはいつかちゃんと攻略法を確認してですね、理解してクリアまでしたいなぁとは思うところなんですけども、ただステージ数も多かったりとかですね、非常に難しかったりとかしますので、多分ねクリア2時間ぐらいかかっちゃうので、ライブでやるにはちょっとなんか相性悪いかもしれないですよね。まあ機会があればということで、これやりたいと思います。よろしくお願いします。ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。